はい、カポナシの、糸を引いてみました。ポイントとなるのがこのどこにいたの、生きてきたの、遠い空の下、2つの物語ですのところですね、ポイントは。ということで、どこには、この B 分の D シャープ、まあ、これはベース音だけですね。どこにいたの、この B マイナー7もこのバレエとこの中指だけでいいです。十分これで B マイナー7になります。生きてきたの、ここの、ベース音の代わりですけれども、ベースが、G の一応コードを押さえます。押さえますけど、まあ、必要ないですね、この小指はね。ということは、この6弦を弾いて4弦ですね。4弦の開放弦、こういうふうになります。もう一回いきます。で、Em いきます。こういうふうな流れになりますね。もう一回やりますと、どこにいたの、生きてきたの、こういきます。ちょっとこう段を踏んで、ちょっと下がったような形になってますね。こうですね。空の下、これもバレエで、押さえて5弦から弾きます。この C 分の D とか A マイナー分の D、これは、この2弦の1フレットを押さえてポロン、4弦からポロンと弾きます。物語は、この、人差し指を押さえたままでこの中指を加えます。3弦の2フレットですね、これを押さえて4弦から同じくポロンと弾きます。物語、物語で G いきます。縦の糸はあなた、これも下がります。縦の糸、ここスイッチしますね、中指にスイッチします。で、ここの E マイナー分の D は4弦いきます。開放弦ですね。C からこの、一つ下がったここへ向かって小指が入ります。これが G 分の B ですね。この糸は私に、ちょっと下がりますね、ベース音が。で、D へ来て B マイナー7、降り出すなちょっと工夫して自分で弾きやすいように弾いてみてください。この D シャープオーグメントとかっていうのは、まあ、あくまでも基本ですので、まあ、他のコードに変わるものがあれば、挑戦してみてもいいと思います。たまたまこのコードが、携帯に載ってただけですので、一応、まあ、なかなかいいコードではあると思いますので、ちょっと頑張ってみてください。